どうも、石川です。はい、それではこれより登録販売者の過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの動画では東北ブロックの6件ですね、そちらの2020年度の過去問について解説をしていきます。問21から問30となりますので、皆さん準備はよろしいでしょうか。過去問についてはですね、下の概要欄のところからですね、ダウンロードできることも、ダウンロードできますので、ぜひぜひ、利用される方はですね、お使いいただければと思います。それでは、早速始めていきたいと思います。では、皆様、問21、ここからですね、第3章ですね、大変ですね。頑張りましょう。ね、それでは、風邪薬に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら、答えはですね、1番が正解となります。問い21番、1番が正解です。はい、まず A なんですけど、インフルエンザはですね、細菌の呼吸器感染によるものであるが、となりますけど、これはですね、ウイルスとなりますので、細菌ではなくウイルスとなりますから、インフルエンザウイルスってよく言いますよね。はい、なので、ここ、ウイルスなんだなというところでは、A は誤りとなります。そして B と C は正解です。そして D、風邪薬はウイルスの増殖を抑え、ウイルスを体内から除去していきますよということで、これは誤りとなります。ね、根本的な治療ではなく、風邪薬はですね、対処療法となりますので、鼻水を抑えたりとか、咳を沈めたりとか、そういったことを目的としていきますので、風邪の諸症状を抑えることが目的なんだな、ウイルスを除去することはできませんので、D は誤りとなります。ということで、問21は1番が正解でした。はい。では次、問22番です。風邪薬の配合成分及び漢方処方製剤に関する以下の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、そうですね。漢方処方製剤とか生薬系のものがですね、やはり、出題が増えてきておりますので、皆さんしっかりとした対策していっていただきたいと思います。はい。では、まず A です。解熱鎮痛成分に、ブロムヘキシン、エチルシステイン、がありますよと言ってます。ブロムヘキシン、エチルシステインとかっていうのはですね、こちらにもちょっと書かせていただきましたけど、キョタン成分になります。なので、解熱鎮痛成分ではありません。ね、ブロムヘキシンとか、あとはなんとかシステインってついてるものですね。エチルシステインとかね、いろいろありますので、なんとかシステインというものがね、そこに該当してきますから、まずはここはですね、キョタン成分なんだなというところを必ず確認していきましょう。大丈夫でしょうか。はい、それでは、B のとこですね。今度は B です。アドレナリン作動成分にグリチルリチン酸ジカリウムがありますよと言ってますけど、アドレナリン作動成分というのは交感神経を興奮させていくものですよね。なので、エフェドリンとかそういったものが該当してきますよね。グリチルリチン酸に関しては、こちらはですね、ここにも書いております。ね、グリチルリチン酸に関しては、抗炎症成分でしたね。はい。ね、グリチルリチン酸もありましたし、あとは、トラネキサム酸とかっていうのも、ありますし、ね、他にもね、いろいろありましたよね。抗炎症成分、ありましたので、そういったところね、確認しておいていただきたいと思います。はい。ということで、B はね、終了となりますので、今度 C ですね。単独で風邪の諸症状、ね、症状の緩和に用いられる、漢方処方に関しては、神逍遥散。当格蒸気等がありますよということで、神逍遥散とかね、よく神逍とかって言ったりしますけど、あとは当格蒸気等、このあたりはですね、婦人科系のお薬となりますので、C は誤りですね。風邪の症状、症状の緩和に用いていくものはどんなのがあるかと、例えば葛根湯とかね、麻黄湯とか、小柴胡湯とか、酵素酸とか、いろいろありましたよね。なのでそういったところをですね、もう一度、復習しておいていただきたいなと思います。ということで C 誤り、そして D は正解なので、答えはですね、問22番は、4番となります。大丈夫だったでしょうか。はい、では、次に行きましょう。今度は問23番です。解熱鎮痛成分に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれでしょうかということで、気をつけてください。誤っているものですね。ここちゃんと文章読んでいかないと、あ、これ正解だなとかっていうことでね、間違えてしまいますので、なので誤っているものを必ず選んでください。ということで、誤っているものは、こちらはですね、答えは、問23は4番が誤っております。はい、じゃあ4番見ていきましょう。イソプロピルアンチピリンは、解熱及び鎮痛の際は比較的強いが、雷症候群の発生が示唆されておりますよということで、イソプロピル
ルアンチピリンなんですけど、はい、こちらに、一応書かせていただきました。イソプロピルアンチピリンと呼ばれるものですね。解熱鎮痛成分、いろんな種類ものありますけど、こちら。ここですね。ピリン系と呼ばれるものになります。なので、ピリン系なので、ピリンシンという薬品が出てきますので、ここ、気をつけておいてください。何かというと、雷症候群というのがね、こちらにも、書かせていただきました。雷症候群というのは、サリチル酸系のものとなりますので、なので、イソプロピルアンチピリンというのは、ピリン系と呼ばれるものとなりますので、ここですね、勘違いしてしまいますので、気をつけておいていただきたいと思います。ね、なので、雷症候群に関してはサリチル酸系とか他のもの、ちょっと多少ありますけど、メインとしてはサリチル酸系として押さえておいていただいてもいいかなと思います。はい、ということで、そのようなところではこの4番が誤りとなりますので、気をつけておきましょう。はい、では次行きましょう。問い24番です。鎮痛の目的で用いられる漢方処方製剤に関するものであるということで、正しいものはどれでしょうかということで、第一欄のところに書いてあるのがですね、手足が冷えて肩が凝りとかね、みぞおちが、膨満するものの頭痛とかね、最後の方にしゃっくり、はい、ここのしゃっくりで見極めていただきたいと思います。はい、しゃっくりとくればということで、こちらはですね、問24は、3番の五周遊湯が正解となりますので、五周遊湯ね、体をとても温めてくれますから、しゃっくり体が冷えたりとかするときにですね、起きるものとなりますので、ぜひぜひですね、五周遊湯温めてくれるんだなというイメージ取っといていただきたいと思います。はい、では次行きましょう。問25番です。眠気を促す薬に関する以下の記述のうち、正しいものはどれでしょうかというところなんですけど、正しいのはですね、こちら、問25は、4番が正解となります。大丈夫だったでしょうか。で、じゃあ、1番、ブロモパレルニオソは反復して、摂取してもですね、依存を生じないことが知られている。依存を生じちゃいますからね。ここは違いますよね。それからですね、2番、寝つきが悪い時の処方、処置として、アルコールが摂取される、いわゆる寝酒ですね、ことがあるかと。飲酒とともに、ジフェンヒドラミンを服用しても差し支えありますね、良くないですからね、お酒との併用はやめてください。2番、誤りです。はい、それから3番に関してはですね、中途覚醒とかね、そういったものの症状がね、慢性的に続いている場合はですね、一般用医薬に対処することが可能ね。慢性的なものは一般用医薬品はダメなのでね、なので3番はですね、誤りと、しといてください。ということで、問25は4番が正解でした。はい、では次行きましょう。問26番です。次の記述は眠気を防ぐ薬に関するものである。正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、問26、答えは3番が正解となります。こちら。B と D が正解ですね。なので A はどこが違うのかということで、眠気を防ぐ薬はですね、15歳未満の小児ダメですからね。ダメですよ、ここね。なのでそういったところね、気をつけてください。それからですね、A は×ですね。それから C ですね。カフェインの眠気防止に関与しない作用として、肝臓におけるナトリウムイオンの再吸収抑制があり、尿量の増加をもたらしますよということで、そうですね、カフェインって尿量の増加、出てきますね。なので、これ再吸収ね、これ肝臓で再吸収、肝臓じゃないですよね、こちら肝臓ではなく腎臓ですよね。腎臓でね、もう一回ね、おしっこを再吸収するという能力がありましたので、ここ尿細管というところでそのようなところをやってましたね。ここはですね、試験対策動画のところでね、お話をしていたと思いますので、ぜひぜひそこで確認しておいていただくといいかなと思います。はい、ということで C は誤り、肝臓じゃなくて腎臓となりますので C 誤りなので3番の B と D が正解となりました。はい、では次、問27番です。鎮痛薬およびその配合成分に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、答えは1番が正解となります。問27番、1番が正解です。はい、こちらはですね、A、B、C 正解で、 C なんですけど、吐き気の防止に働くことを目的としてビタミン A が補助的に配合されてますよとなってますけど、違いますね。これはビタミン B2 とか
それからビタミン B6 とかね、そういったものが、該当してきますので、なので、ここのところですね、D は誤りとなります。はい、なのでビタミン A はですね、このあたりビタミン A はレチノールとかって、言っておりましたよね。なので、特に目のところに働いていくビタミンだったと思いますので、第2章第3章いろんなところで出てきますので押さえておきましょう。はい、では次行きましょう。問い28番です。小児鎮静薬に関する以下の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、問い28、やはり答えはですね、こちら2番が正解となります。はい、 A なんですけど、誤りですね。夜泣き、引きつけ、肝の虫の症状を鎮めることを目的として小児における虚弱体質の改善は目的としていないね、体質改善目的としておりますので、 A は誤りです。そして B、 保護者などのですね、安眠などを図ることを優先して使用するべき。確かに寝たいね。でもただですね、そこを優先しちゃ、いけませんので、B はですね、これ誤りとなります。そして C と D は、これ正解となりますので、答え、問い28番は2番が正解となりました。はい、次行きましょう。問い29番です。次の記述は、鎮外巨体薬に関する問題です。正しい組み合わせはどれかということで、はい、答えお伝えしていきますと、まずは4番となります。問い29は4番です。C と D が正解ですね。A はどこが違うかというと、メチルエフェドリン。メチルエフェドリンは、これアドレナリン作動成分ですよね。交感神経を興奮していく、はずなのが、副交感神経じゃないですね。交感神経だったと思いますので、そこが違います。気管支を拡張、交感神経を興奮、刺激していきますと、気管支は拡張していきますので、で、咳とかがですね、少し楽になってきますから、A は誤りです。それから B、 トラネキサム酸は痰の中の粘性タンパク質を溶解低分子化して、低分子化して粘性を減少させますよと言ってますけど、これ違いますよね。粘性を減少させていくのは、これはここですよね。ほらね、巨炭薬のなんとかシステインですよね、エチルシステインとかメチルシステインとかカルボシステインとかっていうのがあったと思いますので、そのなんとかシステインというところで押さえてください。はい、なのでトラネキサム酸は、はい、こちらに書かせていただきました。抗炎症成分ですよね、抗炎症成分でしたので、このあたりですね、忘れないようにしておいてください。トラネキサム酸は大ね、胃腸薬のとこでも出てきますので、皆さんね、大丈夫でしょうかね。はい、ということで D、B は誤り、 C と D は正解なので4番が、正解となります。はい、では次、問い30番いきましょう。口腔咽頭薬、それから眼瞡薬に関する問題です。正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらはですね、答えは5番が正解となります。大丈夫だったでしょうか。はい、じゃあどこが違うのかということで、 A 見ていきましょう。 A は要素系殺菌消毒成分が口腔内に使用される場合、結果的に要素の摂取につながり、扁桃腺におけるホルモン産生に影響を及ぼす可能性があるというところで、これ違いますね。扁桃腺ではありませんね、こちらは扁桃腺じゃなくて甲状腺です。いいですか、甲状腺ね、ちょっとここに書いていきますけど、甲状腺です。甲状腺っていうのは、喉元のところにありまして、甲状腺ホルモンというのを分泌してます。で、その甲状腺ホルモンがですね、いろいろあるんですけど、その甲状腺ホルモンの中にですね、要素がホルモンの中に含まれてるんですよ。なので、そういったところで、要素が影響をちょっと及ぼしちゃいますので、ここ、甲状腺なんだなと、扁桃腺じゃないんだなというところを押さえておいてください。はい、扁桃に関しては第2章のところで出てきますので、ここのところですね、間違いのようにしておきましょう。なので、A は誤り。それから B なんですけど、咽頭の粘膜に付着したアレルゲンによる喉の不快感とか、そういったものを鎮めることを目的として、抗ヒスタミン成分を配合する場合は、咳に対する薬効を標榜することができるとありますけど、これはできませんので、これ B は誤りとなります。はい、じゃあ次行きましょう。C は正解。そして D ですね。眼瞡薬に関してはですね、水で希釈してとかね、そういったものも多いんですけど、調整した濃度が、濃ければ濃いほど効果が大きい。だからガンガン濃くしよう。違いますね、最適な濃度というものがございますので、こちら D は誤りとなります。なので問い30番はこちらね、書いてありますように、
5番が正解となりました。はい、ということでここまで皆さん大丈夫だったでしょうか。第3章になりまして、ちょっと難易度はやっぱりなんとなく、先ほどのね、あの第1章と比べればやはり上がってくるかなと思います。なので、ここのね第3章のところしっかりと復習をしといていただいてですね、わからなかったところ、特にわからない成分ですね、なんでそこがわからなかったのかなというところを、繰り返し繰り返しやっていきますと少しずつ頭に入っていきますので、ぜひぜひですね頑張っていきましょう。はい、ということでこちらの動画いいなと思っていただいた方、ぜひ LINE アットの登録していただきますとですね、下に概要のところに入れております登録していただきますと試験情報の配信だったりとか、あとなんかわかんないことあれば質問とかも OK していきますので、ぜひぜひですねご利用いただければと思います。もちろん無料でやってますからね、ご利用くださいね。はい、ということで本日はですね皆さん誠にありがとうございました。